やってきます。ついに始められますね。どうもアザラシです。長編って言っていいのかな、長編動画シリーズが一つ終わったので、ここらで一つまた長編シリーズをぶっ込んでいこうかなと。桜大戦です。レッドカンパニー、もうやったの何年前かな、ずいぶん前だよ、もう十何年前だよ。そういうゲームを今この年になってあえてやる。まあ桜大戦ちょっとね、にわかに新シリーズもやるみたいな話を聞くんでね、そういうことで今やる時期かなと勝手にね。オープニングを見ていきましょう。桜大戦の実況なんてやってる人はやってるだろうね。トロロレッテン。まあ、オープニングの映像なんて多分探しは山ほどあるから、それはもう別にそっちで探してみてもらって。ね。ね。愛の歌だからかなり、慣れてる戦士たち。今踊り出るのとか出なかった、頭の中で。鋼鉄に武装する乙女。悪を蹴散らして、いや、オープニングムービーからしても気合入ってるものね。野田ガッシュかな、ガッシュベルかな。僕が生きがうんなれ衝撃の、やっぱね、時間が経ってやるとやっぱその当時ないなって思ったキャラも今やると、あ、ありだなってなるかもしれない。そういうなんかこう若い時のその趣向と違うんじゃないかっていうのをまた感じながらやっていきたいねと思います。久しぶりにやるからね、久しぶりに桜大戦やります。なんだろうね、高校とか大学生、高校生の頃にやってたのか桜大戦、いや中学生の頃に桜大戦2やってる気がするな。いやどうだどうだ、いつやったんだ桜大戦。てってって、ノーデータだからこれでいいんだよな。システムファイルを作成しますよ。エキサイタン、闇が吠え、震えるテイトリー。愛の歌だからかに。いや、なんかね、桜大戦復活するらしいしね。そう、やっぱここでビャンってこう実況に進む、打って、これなんか、ここ気になるな、ここ。ここの幅。この幅、何なのこれ、俺のサイズが間違ってるのかこれ、アスペクト比がおかしいんかな、4対3でしょ、ねえ、どうなのこれ、この幅、気になる、ドリキャス的にはおかしくないんだよな。ドリキャスというかの取り込み、まあもう今もういい。いやもうオープニングからこのアニメーションですわ。桜大戦の実況は、大事にやっていきたい。桜大戦の実況とともに桜大戦を盛り上げていきたいね。こうやって、ほんと昔のゲームだけども引っ張り出してやってるのは、桜大戦が好きだからです。猫の鳴き声のようなうめき声。いやー、いいっすね桜大戦。本当は桜の時期に始めたかったんですよ、桜大戦シリーズを。桜の舞う頃にね、始めたかったんですけど、すっかりもう5月だ。某ニューニューが終わらなくてですね。いつ帝国海軍少尉大神一郎殿、貴殿に特殊任務として以下の部隊隊長への着任を命ずる。帝国海軌団、駒迎撃部隊、花組。いや、実際どうなのこの横の幅。これ、ぴったし、ピシッとした方がいいかな、ピシッと。でもそうすると、ね、横に膨らむよね。横に伸びるよね。気になるな。部隊との合流のため上野公園向かわれたし、帝国陸軍中将米田
一期だったのです。一期だった。大神一郎君、本日付で君は帝国海域だ花組に転属となる。はっ。大神一郎、奮発最新の格好で頑張りますということでね。いい返事だ。私のような政治家が海域団の軍事機密をここで話すわけにはいかん。詳しいことは帝国海域団の総司令長官であられる米田中将にお聞きするがいい。では上野公園に向かいたまえ。君を隊長に推薦したわしの期待に応えてくれよ。了解しました。おかみ一郎、これより上野公園に向かいますということらしいですね。上野公園に行くらしいよ。はっはっばっか言ってる。桜大戦ね、 BGM もいいんですね。あの勉強する時とかに桜大戦の BGM を聞きながらやるもんね。時々、いつもとは言えない。もう大正ロマンだから、やっぱあのね、着物着てらっしゃる方がたくさんいらっしゃる。そういえばこの前怪物騒ぎがあったのもこの上野公園だったな。なんでもその怪物を一刀で切り伏せたのが若い女の子だったとか。あの声当てた方がいいのかなと思って声当てていきますけども、どう当てていいのやって気がするね。帝国歌劇団の人が迎えに来るって言ってたけど、いつ現れるのかな。フルボイスで言っていく。あれ、あの女の人こっちに来るぞ。フルボイスでやっていく。あの、いや、こっぱずかしいや。大神一郎、読みたいとこだけ読んでいこう。はい、自分は大神ですか。あの、失礼ですが、あなたは。私、新宮寺さくらです。声が若い。中将より大神将尉をお連れするようにとの任務を受けてまいりました。声が若いと言われても。米田中将が迎えに来ると聞いていたが、まさか女性が来るとは。あの、あなたは帝国歌劇団の方ですか。はい、帝国歌劇団花組、新宮寺さくらです。ですって。よろしくお願いします。この時点でワクワクだよな。やっぱあの当時桜大戦やった人間からするといきなりこんな可愛い女の子がっていう、そういうワクワクが。補足ね、桜頼りになりません。補足ね、ここら辺めっちゃなんかあの猫みたいに補足。猫補足ねえけどさ、やっぱ明日日おかしいのかな。ちょっと明日日が本当に気になりますね。明日日が気になりますね。ウィンドウに合わせる、こうなりますね。どうする、これでいい。ちょっとまあこれでいきます。ちょっとあのさくらさんがあの大帝国劇場に参りましょう。さくらさんがあのいかにもなんか細すぎるので、現代に合わせていくよ。やっぱ細すぎるので、ね、自分は任務中です。現代のあの美的意識に合わせていく。細すぎるのはね、やっぱね、よくないと思うんだ。細すぎるのはね、細くても健康的な人は言うと思うけど、なんかこの細ければ細いほど良いっていう風潮だけは正していかないと、やっぱあのね拒食症とかになったりね、あの女性の場合は特にねありますからね。もう細ければいいっていうのはそこはどうかなっていうことでね、多少あの細すぎるところはね膨らましていく。敵の目を欺くにはまず味方からと言えばいいか。なるほど。兵法の極意、兵法の極み。兵法、兵法、曹操を思い浮かべるけど、孫子の兵法を日本に紹介、日本に伝わっている孫子の兵法はほぼ曹操が脚注をつけて直したものだっていうのをなんかどっかで見た気がするぞ。これが去年新築された大帝国劇場か。銀座の真ん中にあるとは。銀座に行ったことがない、これまで生きてきて。銀座って実体なんなの、銀座って。ザギンって何なの、ザギン。六本木はね、なんかね、あのブラブラして行ったことあるんですよ。なんか昔コナミのなんかのあれを受けようと思って、なんかあのコナミがあるのは六本木じゃなかった、六本木スクエアとかそういうところなのかな、そういうところに行ったことがあるんですよ。でもね、ザギンは行ったことがないね。ザギンは実際何しに行くとこなの、あそこは。うわー、立派な玄関だ。しかし見張りもいないとは不用心だ。それにしてもやけに静かですね。爽やかボイスを。夜の部だけ。夜の部、夜間訓練のことかな。まあね、劇場って言ってるうちに、すぐにお客さんで溢れ返りますよ。すぐにお客さんで溢れ返るらしい。
アイリス。別になんかアスヒをちょっと横に伸ばしたけど自然だよな。これぐらい自然だよな。やっぱ初めおかしかったか。大人をからかってはいけません。初めおかしかったのかな。こちらは帝国歌劇団に転属された大神一郎少尉よ。こいつは熊のシャンポールね。帝国歌劇団花組アイリスです。でこっちは熊のジャンポール。なんでか知らんけど昔っからな全然アイリスにアイリスにピクリとも来ねえのはなんでなんだろうな。我ながら多少ロリコンの毛があると思うんだけど、あると思うんだけど、アイリスには全くピンとこねえのはなんでなんだろうな。俺はやはりロリコンではないのかもしれないなというのは、このアイリスに全くこのアンテナが反応しないことから思ってる。勝手にな。やはり違うのではないかという。でも桜大戦3では国立を選んでしまう。マザーグースの方に、ね、よくわからないんだよ。よくわからない。あの過去の自分のクリア遍歴からいくと、桜1と桜2をスミレでクリアして、で桜大戦3で国立に行って、で4も国立を選んでるっていうのが自分の遍歴なので、これはね、改めていきたい。そうでない自分を見たい。だからそうでないルートじゃないとさ、やってんだよ、過去にってことになっちゃうからさ、それ以外は全くやってないんでね。別のものを見ていきたいなと思います。仕方ない。自分で米田中将に会いに行くとするか。てん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 。まあ、20分とか都合のいい、ちょうどいいところとか、セーブする場面来ると思うんでね。そこでセーブしていこうと思います。そういう感じで切っていこうかなと思います。誰だろう、今、食堂の方で声がしたようだけど。スミレさんの服はもうなんて大胆な服だ。そこのあなた。こんな服着てたら、ね、こちらが椅子に座ってて上から眺めたら普通に見えてしまうんではないでしょうかって気がするんだよ。自分でありますか。他に誰がいるの。バカずらしてないでこっちにいらっしゃい。バカだと。は、はあ。そこに落としたフォークを拾って。フォーク。中指と人差し指でこうフォークが落ちるからね。いいですよ、気さくに答えていく。いいですよ、はい、どうぞ。ありがとう。フォークをね、このテンテレレレンとかすると好感度が上がるから、好感度が上がると戦闘シーンでね、戦闘シーンで強くなるんです。メタ的な発言をしてしまった。戦闘シーンとは、まったく。この松坂先生ってわかんのかな、最近の人。松坂先生って、松坂先生の声の人ですね。夜で中将にお取り次ぎ願いたいんですか。あら、どうしましょう。これは失礼いたしましたわ。口が動く、口が動く、すごい時代考えてみろ。口がちゃんと動くんだぞ。口が、目もパチパチしてる。時代考えてみろ。すごい、すごいよね。うん、まあすごくないか。別にすごくないか。そのもっと昔のゲームとかでも多分口動くのとかあるよな、きっとな。桜大戦の1とかさ、調べようかな。いつ出されたのこのゲーム。しかも俺がなんかの中古ゲーム屋で買ってやったのは2位からだった。小川ライアン小川翔。ノーラン・ライアン投法をするが。ヤクルトのピッチャーです。米田もピッチャーいいよね。米田哲也ってね。300勝投手かなんか、米田。米田ピッチャーをね、日露戦争で活躍した大戦略がどんな人なんだ。日露戦争って言ったらもう時代がもう時代だよね。どなたですか。秋山義振あたりがなんかこう。坂の上の雲だかなんだかいう本をな、ちょっとだけ読んで、日露戦争のことについてはちょっとだけ調べた、ちょっとだけ詳しい。でも本当あの入りの部分のちょっとだけで、あとはもう全然知らない。大神将尉です。私はマリア橘です。マリア橘です。
マリア立花さん、ここをやると胸を見るっていうコマンドが出てくるんですね。はい、立派だなんやねん。服装も自然に隙がない。こんなガウンみたいなやつのさ、あんな冬、そんな冬みたいな。ナイスバーディーだな。多少はプラチナブロンドっていうのかな、この色は。プラチナブロンドって何？綺麗な緑色の瞳だ。まあ別に、もう一回胸を見てやる。大きい。あまり見てるとあの信頼度が下がる。そして戦闘で使えなくなってしまう。そんな、愚行をね。私は稽古がありますから、これで稽古、これは訓練でしょうな。しかしようやく軍人らしい人に会ったような気がする。しかし稽古とか言っていたか、何かの訓練のことか。されと、いよいよ米田中将閣下にお目通りだ。コンコン。おう、変な変な、失礼します。ちょっと今時間が気になる。16分13秒。本日一札丸々を持ちまして、帝国海軍に配属となりました。帝国海軍少尉、大神一郎、ただいま出頭いたしました。ああ、花小路伯爵って誰？さっきのハゲのおっさんのことは、伯爵なのか。なしにしようや。なしにしようや。リーチ？大帝国劇場だ。だ。軍人ことはいけねえよ。いけねえな。確かにな。確かに軍人さんみたいなのがこんな劇場をうろついていたら何事かと思ってしまう、一般の人たちも。いっぱいどうだい、どうだい。それでは中将閣下なのですか。あなたが本当に米田中将閣下なのですか。なのですか。どういう了見だい。てめえは階級表がなけりゃ人間が見分けられねえのかい。でも実態さ、昔の人ってさ、昔の人ってあの履歴書とかに写真とかなかったらさ、その顔だけじゃわかんよな。時々思うけどさ、あの戦国時代とかさ、写真とかないじゃん。だからさ、敵将の首打ち取ったとかって言ってさ、首をこうやって持ったってさ、あの顔写真とかその時代に回ってなかったらさ、それが本当に、例えばそうだな、あの武田信玄の首を打ち取ったってやったってさ、武田信玄の顔が出回ってなかったらさ、全然本当に武田信玄倒したかどうかわからんよな。影武者の立てたい方じゃいじゃんっていう。そんな軍服のまんまじゃね、目立って言うよね。どれだ中将閣下なのですかって言うと、ほんとこう別のなんかお猿さんみたいなのがさ、この椅子に座ってたってさ、看板が全然あれだよな。判別つきはしねえよ。なるほど、変装しての任務というわけか。さすがは秘密部隊ですね。了解しました。大神一郎、これより任務につきます。いられって。はいはい。文章スキップというか、あのパッと押して飛ばすと、あの口が動かないんだね。ちなみにパートボイスだから、こういうところでは声が出ない。さくらくんとアイリスだったっけ。こんなところで何を。逃げようって言ったのに。アイリスだって様子を見に行こうって言ったじゃない。スタークルだって行こう行こうって言ってたもん。どうやら二人とも立ち聞きしていたようだな。受付の場所を教えてくれ。優しさを見せていく。それはそうと、受付の場所を教えてもらえるかな。ここでの初任務なんだ。早速、受付に行きたいんだけど。じゃあ、私が案内します。さあ、おかみさん行きましょう。ダメ。お兄ちゃん、アイリスがついていくの。行こう、お兄ちゃん。二人に案内頼むって言うとカードが当たらない。こんな砂利ガキ二人なんか別にどうやっていい。テンテラリラリン、テンテラリラリン。こういう風にあの現実でもさ、現実でもテンテラリラリンって言ってほしいよな。頭おかしいけどさ、なんか人に優しくしたらさ、脳内でテンテラリラリンってなってほしいよな。そしたらあの本当にあのその人が喜んでるのか怒ってるのか分かるよ。ここは受付です。受付に来ました。ということでね、20分が来たので、この辺でパート1を終わらしにします。終わりにします。パート1、ここまで。ベシッ。